しもし、テレフォン人生相談です、はい。お世話になります。はい。今日はどういったご相談ですか？4年ほど前に詐欺に遭いまして。はい。それでカード破産をしたんですけども。はい。その時、全部で6社か7社あったと思いますんですが。はい。で、債券買い取り言いますか、それを3社が買ったいう格好で、それのうちの1件が19万ぐらいなんですが、それが督促と、それと裁判所の方、差し押さえ命令言いますか、それが来ましたもんですから、はい、それについて教えていただきたいと思いまして。はい。あなたおいくつですか？66歳です。66歳。現在は働いてらっしゃるの？いえ。生活保護と障害者年金です。障害者年金、これはあれですかね、交通事故による。ああ、なるほどね。はい。で、手足かその他何かあるんですか？そうですね、不自由なと神経的な、ずっともう全く寝れなくて。なるほど。これはそうするとちょっと深入りして申し訳ないんだけど、何年ぐらい前の話？障害者年金を受けるようになったのは。16年ほど前ですね。あ、16年前ですか。はい。で、お住まいは？あなたお一人？はい、そうです。一人住まい？はい。親御さんとかはいらっしゃいますか？いえ、もう、いらっしゃらない。ご兄弟は？おりません。あ、ご兄弟もいらっしゃらない。はい。それで、詐欺にあった。どういう種類の詐欺ですか？はい、競馬情報で確実に入る約束ができてるから、それを買わないかっていう、うまくこうリードされて、で、カードの方もね、現金もお金が持ちようがないから、言ったら、そのカードのショッピングの方でお金は作れるから、いうことで、全額の8割を作り出すいう、なんか、そういうので引っかかってしまってですね。で、結局、競馬の方も、偽のニュースで、まず最初に競馬情報を売る会社があって、必ず当たるという情報をもらって、あなたが使っている6種類ぐらいあるカードのうちの一つの。一つじゃなしに全部ですね。カード全部を使って。カード全部の 80%、はい。で、ですからそれでいくらで投資したんですか？ 100 万を作ったわけです。100万を作った。はい、で、結局。100万を取られたわけです。で、その後どうなったんですか？まず競馬ありました。はい。で、終わってみたら、ダメだった。その馬は全然入らなかったっていうこと？ええー。そして、その後、カードなんか、6個あったのを3つぐらいになんかまとめたって言われましたよね。まずは。いやいや、全部カードはダメになって、で、それの債権を3件ぐらいから請求来るようになったんですね。全部のカードを全部投資しちゃったってこと？そうです。はい。全部で130、40万ぐらいになるわけですね、カードが。うん。だから、今回はそれのうちの一部差し押さえということで、一社がの分が来たわけですけども、それは督促は毎月ずっと来てましたんですけど。それは何？100万円に対しての督促？いえ、そのうちの一部ですね。じゃあ、いくら？19万ほどです。19万に対する督促が来たわけね。はい。で、それは毎月来てました。で、その差し押さえが来ました。はい。それ4年前にですね、カード破産した時に弁護士さんにも相談したんですけど、はい。それだったらもう自己破産しなさいと、それが一番早いというように言われたんですけど、で、その時は自己破産にされたんですか？いえ、個人の借金もありましたから。で、ずっとその後もカードの方も払う気もありますけども、個人的な借金を返すのにずっと追われてるような格好で。この個人の、ちょっと待って、はい、その個人の借金というのは、知り合いの方かなんかに、個人的にっていう意味？はい。ああ、その個人的な借金はおいくらぐらいなの？ 3 人に分かれて50万です。で、これを返してたの。はい。で、まあ、自己破産するには、この人にはちょっと失礼だからしなかったわけね。はい。で、去年個人的なのは終わる予定だったんですが、はい。昔お世話になった方の、傾聴のこととか、いろんなことでまた伸びて、で、来年の夏ぐらいまででないと、その50万は完済できないんですね。なるほど。
で、その差し押さえっていうのは何を差し押さえるって言ってきたんですか？いや、それがわからないですからお尋ねしたいんですけど、その保護とか年金の部分まで押さえられて、お家はご自身のお家？いえ、借家です。あ、借家。はい。そうすると土地建物なんか持っていらっしゃらないわけよね。ええ、全然そういうのも。持ってない。はい。それで生活は今、生活保護と障害者年金でやってらっしゃる。はい。そうすると、この二つが差し押さえの対象となるんでしょうかっていうこと？そうです。今は一社だけですけど。あと二社ですよね、はい。はい。それがまた来るんじゃないかっていうことですよね。はい。貯金は100万ですけども、あとカードで借りてたのもありますから、利息とかなんとかで130万ぐらいにはなると思うんです。なるほど。で、はい、この際、変な言い方ですけども、もう自己破産してしまった方がいいのかなって。自己破産をすることも頭に入れているっていうこと？はい、そうです。わかりましたが、これはですね、法律問題ですので、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、お伺いしてみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。簡単に言ってしまうと、生活保護費をもらってらっしゃいますよね。はい。生活保護の受給権って言うんですけど、債権ですよね。はい、それと、障害者年金。お怪我をされたことによる年金ですよね、はい。障害者年金。これは、手続き的には差し押さえ禁止の債権になるんですよ。だから、債権としては、役所から生活保護費をもらう権利、それ自体を差し押さえたり、それから障害者の年金をもらう権利自体を差し押さえたりすることはできないんです。あ、そうですか。はい。できないんですが、自分の預金口座に入ってしまったものは、預金を払い戻しますという預金債権になっちゃうんですね。はい。銀行からお金を下ろす権利ですよ。わかりやすく言うと。でそれは別に、もともとどこから来たお金かっていうことは、どこにも色がついてるわけじゃないので、標識がついてるわけではないから、それは別に預金債権を差し押さえるってことはよく普通にあるわけですね。銀行口座にお金がいっぱい入ってたらそれ差し押さえますよって、こういうのわかりますよね。はい。それと同じことになっちゃうわけですよ。だから、原則そういう形になるとそこを差し押さえられる可能性はあると。はい。で、ただ、預金債権とは言っても、その中身からすると、最低限の生活を確保するための生活保護費だったり、それから障害者の方の生活を維持するための最低限の年金だったりするわけですから、預金債権に入った瞬間に自由に抑えていいっていうのはおかしいじゃないかっていうことも当然ごく普通に考えてありますよね。はい。そうすると差し押さえ禁止債権の変更というのを裁判所に申し立てて決定してもらうこともできるので、はい。もしそういうことが抑えられてしまうようなことがあればね、そこは、これは、この口座に入るお金は、生活保護費や障害者年金として入るものだから、一定額以上は差し押さえしてはダメですよというふうに決定してくださいというような手続きもあります。はい。今日のご質問の一番のポイントは、どういうことになります？ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど。ですから、一つは、今先生おっしゃった、どの部分まで押さえられて、どうなるのかいうことと。はい。で、あともう、まだ債権者がおりますから、はい、こちらとしては返したい気持ちはありますけども、それだったら自己破産した方がいいのかなって、その辺ですね。まあ、そうすると、その何が差し押さえられるかというよりも、当面一番課題なのは、もうその少ない資金で返済を続けていくのは到底大変なので、自己破産しちゃった方がいいんじゃないかって、ここのに関するご質問の方が今大きいのかな。そうですね。で、カード破産したんですがっていうのは、はい、法律でいう破産手続きをしてるわけじゃないですよね。おっしゃっておられる、はい。それで、カード関係のものが6、7社あったんだけど、それを3本にまとめました。それが約元本で100万円ぐらいありますと。こういうお話ですね。はい。で、そのうちの19万ですかね。はい。それの督促が来てますと。で、はい、最初にお聞きしたのは、差し押さえ命令が来ましたとおっしゃったと思ったんだけど、それは違うの？2週間以内に申し立てがなかったらいうのが、ですから明日か明後日が2週間になるんですけど。で、それは督促状に書いてあるんですか？簡書きと見てきたんですけども。簡書きの題名っていうかは何て書いてあります？特別送達。特別送達ってことは裁判所からですかね？簡、はい、裁判所からということですね。じゃあ督促手続きですね、おそらくね。はい。で、呼び出し状で
いついつまでにどこへ来いとか、こういう手続きをしろとか、そういうの書いてありません？それは全然書いてなくて、これを受け取られて2週間以内に申し立てがなかったら、債権者の言う通りだから差し押さえしますよっていう、それだけですね。差し押さえしますよって書いてあります？はい。おそらくそれ、督促手続きというのを申し立てられて、異論があるというふうにしないと、そのまま判決と同じ効果のある裁判所の命令になってしまいますから、はい。話し合いがしたいだとか、異論があるだとか、いうことがあるんだったら、ちゃんと連絡をしなきゃいけない状況だと思います。で、はい、まずは裁判所に電話をするなりはされた方がいいと思いますよ。あと2日あるんだったら。はい。で、自分の今、状況はこんなふうに大変な状況なんで、ぜひ債権者の人と話もしたいということをね、伝えた方がいいと思います。はい。で、実際はそれで出て行かれて、そこで分割弁済の話をしたりっていうことは日常的に行われていることなので、で、もしそれをしないと、その19万円の債権が判決と同じ効力を持って確定してしまって、ご心配になっておられるように、その3社に絞ったうちの1つの業者さんが、あなたの財産を差し押さえてくる可能性はもちろんありますと。こういうことになっちゃうんで、はいはい、そういう心配がなくはないというのが一点ですね。で、その場合の対応は、さっきちょっとお話ししたように、差し押さえ禁止債権の範囲の変更という手続きをすることは法律上可能だと。で、ただまあ、はい、それは専門家にご相談しないとちょっと難しいですよね。はい。で、あとは、自己破産の話ですかね、そうすると。まあ、自己破産、破産っていうのは、個人の場合は支払い不能っていうのは要件になるんです。あなたの場合、その生活保護費と年金が資産、収入ですよね。はい。それで今の負債を返せるのかっていうことがその判断の基準になるわけです。はい。で、負債はそうすると今、業者さんの方で130万ぐらい、元本で100万ぐらい。はい。それとその他に50万円ぐらい知り合い3人の方から借りたのがある。はい。150万円の借金がありますと、こういうことですよね。利息を入れると180万かな。で、月々合計どのぐらい収入があるんですか？家賃を引きまして、6万3、4千円ぐらいのところです。家賃は月いくらですか？ 3万1千円です。家賃が3万1千円。そうすると、トータルでは9万何千もらってるけれども、まあ住むとこは確保しなきゃいけないから、借金返済に回せるのは6万3、4千円だけど、飲まず食わずで借金返すわけにいかないから、借金返済に充てられるお金はもっともっと少ないってことですよね。月々ですから、今個人に返してるのが3万5000円から4万近くです、うん、なるほど。それをずっと返してらっしゃるから、生活費はもう3万円もないってことですか？はい、もう電話代とか光熱費を払ったらあと1万残るか残らないかですね。それでが食費になるのかな？はい、そうです。そうすると実際問題はもう個人を返して、で、個人は50万の方ですから、はい、業者さんの方の元本100万だから、実際は返済することができそうもないですよね。そうですね。で、そうすると、これは自己破産をする要件を満たすということになると思いますから、はい。ここまで頑張ってこられたけれども、本当にこういう支払い督促まで受けてしまって、返せる見込みがなくなったんであれば、自己破産をするということも一つの選択だと思いますけどね。はい。で、自己破産をしたからといって、別にその生活保護がもらえなくなるわけではないし、障害者年金ももらえなくなるわけではないですから、はい。もうどうしようもなくなったんであれば、そういう方向を考えられたらいかがでしょうかね。わかりました。ありがとうございます。お分かりいただけましたか？はい、はい、ありがとうございます。まあ、いずれにしても、2日以内に異議申し立てっていうんですかね。そうですね。はい。だけは先になさって、それから自己破産の手続きをされた方がいいですね。はい、はい、そうします。じゃあそういうことで。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。もし、テレフォン人生相談です、はい。お世話になります。はい。今日はどういったご相談ですか？ 4年ほど前に詐欺に遭いまして。はい。それでカード破産をしたんですけども。はい。その時に全部で6社か7社あったと思いますんですが、はい、で債権買い取り言いますか、それを3社が買ったいう格好で、それのうちの1件が19万ぐらいなんですが、それが督促とそれと裁判所の方
差し押さえ命令言いますか、それが来ましたもんですから、はい、それについて教えていただきたいと思いまして。はい、あなたおいくつですか？66歳です。66歳。現在は働いてらっしゃるの？いえ、生活保護と障害者年金です。障害者年金、これはあれですかね、交通事故による。ああ、なるほどね。はい。で、手足かその他何かあるんですか？そうですね、不自由なと神経的な、ずっともう全く寝れなくて。なるほど。これはそうするとちょっと深入りして申し訳ないんだけど、何年ぐらい前の話？障害者年金を受けるようになったのは。16年ほど前ですね。あ、16年前ですか。はい。で、お住まいは？あなたお一人？はい、そうです。一人住まい。はい。親御さんとかはいらっしゃいますか？いえ、もういらっしゃらない。ご兄弟は？おりません。あ、ご兄弟もいらっしゃらない。はい。それで詐欺にあった、どういう種類の詐欺ですか？はい、競馬情報で確実に入る約束ができてるから、それを買わないかっていう、うまくこうリードされて、でカードの方も、ね、現金もお金が持ちようがないから言ったら、そのカードのショッピングの方でお金は作れるからいうことで、全額の8割を作り出すいう、なんかそういうので引っかかってしまってですね。で、結局競馬の方も偽のニュースで、まず最初に競馬情報を売る会社があって、必ず当たるという情報をもらって、あなたが使っている6種類ぐらいある。で、来年の夏ぐらいまででないとその50万は完済できないんですね。なるほど。で、その差し押さえっていうのは何を差し押さえるって言ってきたんですか？いや、それがわからないですからお尋ねしたいんですけど、その保護とか年金の部分まで抑えられて、なるほど。お宅、お家は、ご自身のお家？いえ、借家です。あ、借家。はい。そうすると、土地、建物なんかは持っていらっしゃらないわけよね。ええ、全然、そういうのも。持ってない。はい。それで、生活は今、生活保護と、障害者年金でやってらっしゃる。はい。そうすると、この二つが差し押さえの対象となるんでしょうかっていうこと？そうです。今は一社だけですけど、あと2社ですよね。はい。はい、それがまた来るんじゃないかっていうことですよね。はい。貯金は100万ですけども、あとカードで借りてたのもありますから、利息とかなんとかで130万ぐらいにはなると思うんです。なるほど。で、はい、この際、変な言い方ですけども、もう自己破産してしまった方がいいのかなって。自己破産をすることも頭に入れているっていうこと？はい、そうです。わかりましたが、これはですね、法律問題ですので、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、お伺いしてみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。簡単に言ってしまうと、生活保護費をもらってらっしゃいますよね。はい。生活保護の受給権って言うんですけど、債権ですよね。はい、それと、障害者年金。お怪我をされたことによる年金ですよね、はい。障害者年金。これは、手続き的には差し押さえ禁止の債権になるんですよ。だから、はい、債権としては、役所から生活保護費をもらう権利、それ自体を差し押さえたり、それから障害者の年金をもらう権利自体を差し押さえたりすることはできないんです。あ、そうですか。はい。できないんですが、自分の預金口座に入ってしまったものは、預金を払い戻しますという預金債権になっちゃうんですね。はい。銀行からお金を下ろす権利ですよ。わかりやすく言うと。で、それは別に、もともとどこから来たお金かっていうことは、どこにも色がついてるわけじゃないので、標識がついてるわけではないから、それは別に預金債権を差し押さえるってことはよく普通にあるわけですね。銀行口座にお金がいっぱい入ってたら、それ差し押さえますよって、こういうのわかりますよね。あるカードのうちの一つの。一つじゃなしに全部ですね。カード全部を使って。カード全部の 80%。はい、で、ですからそれでいくらで投資したんですか？ 100 万を作ったわけです。100万を作った。はい、で、結局。100万を取られたわけです。で、その後どうなったんですか？まず競馬ありました。はい。で、終わってみたら、ダメだった。その馬は全然入らなかったっていうこと？そして、その後、カードなんか6個あったのを3つぐらいになんかまとめたって言われましたよね。まずは。いやいや、全部カードはダメになって、で、それの債権を3件ぐらいから請求来るようになったんですね。
全部のカードを全部投資しちゃったってこと？そうです、はい。全部で130-140万ぐらいになるわけですね、カードが。うん。だから今回はそれのうちの一部差し押さえということで、一社がの分が来たわけですけども、それは督促は毎月ずっと来てましたんですけど。それは何？100万円に対しての督促？いえ、そのうちの一部ですね。じゃあいくら？19万ほどです。19万に対する督促が来たわけね。はい。で、それは毎月来てました。で、その差し押さえが来ました。はい。4年前にですね、カード破産した時に弁護士さんにも相談したんですけど、はい。それだったらもう自己破産しなさいと、それが一番早いというように言われたんですけど。で、その時は自己破産にされたんですか？いえ、個人の借金もありましたから。で、ずっとその後もカードの方も払う気もありますけども、個人的な借金を返すのにずっと追われてるような格好で。この個人の、ちょっと待って、はい、その個人の借金というのは、知り合いの方かなんかに、個人的にっていう意味？はい。ああ、その個人的な借金はおいくらぐらいなの？ 3 人に分かれて50万です。で、これを返してたの？はい。で、まあ、自己破産するには、この人にはちょっと失礼だからしなかったわけね。で、去年個人的なのは終わる予定だったんですが、はい、昔お世話になった方の傾聴のこととかいろんなことでまた伸びて、はい。それと同じことになっちゃうわけですよ。だから、原則そういう形になるとそこを差し押さえられる可能性はあると。はい。で、ただ、預金債権とは言っても、その中身からすると、最低限の生活を確保するための生活保護費だったり、それから、はい、障害者の方の生活を維持するための最低限の年金だったりするわけですから、預金債権に入った瞬間に自由に抑えていいっていうのはおかしいじゃないかっていうことも当然ごく普通に考えてありますよね。はい。そうすると、差し押さえ禁止債権の変更というのを裁判所に申し立てて決定してもらうこともできるので、はい。もしそういうことが抑えられてしまうようなことがあればね、そこはこれは、この口座に入るお金は生活保護費や障害者年金として入るものだから、一定額以上は差し押さえしてはダメですよというふうに決定してくださいというような手続きもあります。はい。今日のご質問の一番のポイントは どういうことになります？ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど。ですから、一つは今先生おっしゃった、どの部分まで抑えられてどうなるのかいうことと。はい。で、あともう、まだ債権者がおりますから、はい、こちらとしては返したい気持ちはありますけども、それだったら自己破産した方がいいのかなって、その辺ですね。あ、そうするとその何が差し押さえられるかというよりも、当面一番課題なのはもうその少ない資金で返済を続けていくのは到底大変なので、自己破産しちゃった方がいいんじゃないかって、ここのに関するご質問の方が今大きいのかな。そうですね。うん。で、カード破産したんですがっていうのは、はい、法律でいう破産手続きをしてるわけじゃないですよね。おっしゃっておられる、はい。それで、カード関係のものが6、7社あったんだけど、それを3本にまとめました。それが約元本で100万円ぐらいありますと。こういうお話ですね。はい。で、そのうちの19万ですかね。はい。それの督促が来てますと。で、はい、最初にお聞きしたのは、差し押さえ命令が来ましたとおっしゃったと思ったんだけど、それは違うの？2週間以内に申し立てがなかったら、いうのが、ですから明日か明後日が2週間になるんですけど。で、それは督促状に書いてあるんですか？簡易書き留めてきたんですけども。簡易書きの題名っていうかは何て書いてあります？特別送達。特別送達ってことは裁判所からですかね。はい、簡易裁判所からということですね。じゃあ、督促手続きですね、おそらくね。はい。で、呼び出し状で、いついつまでにどこへ来いとか、こういう手続きをしろとか、そういうの書いてありません？それは全然書いてなくて、これを受け取られて2週間以内に申し立てがなかったら、債権者の言う通りだから差し押さえしますよっていう、それだけですね。差し押さえしますよって書いてあります？はい。おそらくそれ、督促手続きというのを申し立てられて、異論があるというふうにしないと、そのまま判決と同じ効果のある、裁判所の命令になってしまいますから、はい。話し合いがしたいだとか、異論があるだとか、いうことがあるんだったら、ちゃんと連絡をしなきゃいけない状況だと思います。
で、はい、まずは裁判所に電話をするなりはされた方がいいと思いますよ。あと2日あるんだったら。はい。で、自分の今状況はこんな風に大変な状況なんで、ぜひ債権者の人と話もしたいということをね、伝えた方がいいと思います。はい。で、実際はそれで出て行かれて、そこで分割弁済の話をしたりっていうことは日常的に行われていることなので、で、もしそれをしないと、その19万円の債権が判決と同じ効力を持って確定してしまって、ご心配になっておられるように、その3社に絞ったうちの1つの業者さんが、あなたの財産を差し押さえてくる可能性はもちろんありますと。こういうことになっちゃうんで、はいはい、そういう心配がなくはないというのが1点ですね。で、その場合の対応は、さっきちょっとお話ししたように、差し押さえ禁止債権の範囲の変更という手続きをすることは法律上可能だと。でただまあ、はい、それは専門家にご相談しないとちょっと難しいですよね。はい。で、あとは、自己破産の話ですかね、そうすると。まあ、自己破産、破産っていうのは、個人の場合は支払い不能っていうのが要件になるんです。あなたの場合、その、生活保護費と年金が資産、収入ですよね。はい。それで、今の負債を返せるのかっていうことが、その判断の基準になるわけです。で、負債はそうすると今、業者さんの方で130万ぐらい、元本で100万ぐらい。はい。それとその他に50万円ぐらい、知り合い3人の方から借りたのがある。はい。150万円の借金がありますと、こういうことですよね。利息を入れると180万かな。で、月々合計どのぐらい収入があるんですか？家賃を引きます。ついてるわけじゃないので、標識がついてるわけではないから、はい。それは別に預金債権を差し押さえるってことはよく普通にあるわけですね。銀行口座にお金がいっぱい入ってたらそれ差し押さえますよって、こういうの分かりますよね。はい。それと同じことになっちゃうわけですよ。だから、原則そういう形になるとそこを差し押さえられる可能性はあると。はい。で、ただ、預金債権とは言っても、その中身からすると、最低限の生活を確保するための生活保護費だったり、それから、はい、障害者の方の生活を維持するための最低限の年金だったりするわけですから、預金債権に入った瞬間に自由に抑えていいっていうのはおかしいじゃないかっていうことも当然ごく普通に考えてありますよね。はい。そうすると差し押さえ禁止債権の変更というのを裁判所に申し立てて決定してもらうこともできるので、はい。もしそういうことが抑えられてしまうようなことがあればね、そこはこれはこの口座に入るお金は生活保護費や障害者年金として入るものだから、一定額以上は差し押さえしてはダメですよというふうに決定してくださいというような手続きもあります。はい。今日のご質問の一番のポイントは どういうことになります？ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど。ですから、一つは今先生おっしゃった、どの部分まで抑えられてどうなるのかいうことと。はい。で、あともまだ債権者がおりますから。はい。こちらとしては、返したい気持ちはありますけども、それだったら自己破産した方がいいのかなって、その辺ですね。そうすると、その、何が差し押さえられるかというよりも、当面一番課題なのは、もう、その、少ない資金で返済を続けていくのは、到底大変なので、自己破産しちゃった方がいいんじゃないかって、ここの、に関するご質問の方が今大きいのかな。そうですね。で、カード破産したんですがっていうのは、はい、法律でいう破産手続きをしてるわけじゃないですよね。おっしゃっておられる、はい。それで、カード関係のものが6、7社あったんだけど、それを3本にまとめました。それが約元本で100万円ぐらいありますと。こういうお話ですね。はい。で、そのうちの19万円ですかね。はい。それの督促が来てますと。で、はい、最初にお聞きしたのは、差し押さえ命令が来ましたとおっしゃったと思ったんだけど、それは違うの？2週間以内に申し立てが予定だったんですが、はい、昔お世話になった方の傾聴のこととかいろんなことでまた伸びて、で来年の夏ぐらいまででないとその50万は完済できないんですね。なるほど。で、その差し押さえっていうのは何を差し押さえるって言ってきたんですか？いや、それがわからないですからお尋ねしたいんですけど、その保護とか年金の部分まで抑えられて、食べる。お宅、お家はご自身のお家？いえ、借家です。あ、借家。はい。そうすると土地建物なんか持っていらっしゃらないわけよね。ええ、全然そういうのも。持ってない。はい。それで生活は今、生活保護と障害者年金でやってらっしゃる。はい。そうすると、この二つが差し押さえの対象となるんでしょうかっていうこと？そうです。今は一社だけですけど。あと二社ですよね。はい。はい、
それがまた来るんじゃないかっていうことですよね。はい。貯金は100万ですけども、あと、カードで借りてたのもありますから、利息とかなんとかで130万ぐらいにはなると思うんです。なるほど。で、はい、この際、変な言い方ですけども、もう自己破産してしまった方がいいのかなって。自己破産をすることも頭に入れているっていうこと？はい、そうです。わかりましたが、これはですね、法律問題ですので、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、お伺いしてみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。簡単に言ってしまうと、生活保護費をもらってらっしゃいますよね。はい。生活保護の受給権って言うんですけど、債権ですよね。はい、それと、障害者年金。お怪我をされたことによる年金ですよね、はい、障害者年金。これは、手続き的には差し押さえ禁止の債権になるんですよ。だから、債権としては、役所から生活保護費をもらう権利、それ自体を差し押さえたり、それから障害者の年金をもらう権利自体を差し押さえたりすることはできないんです。あ、そうですか。はい。できないんですが、自分の預金口座に入ってしまったものは、預金を払い戻しますという預金債権になっちゃうんですね。はい。銀行からお金を下ろす権利ですよ、わかりやすく言うと。で、それは別に、もともとどこから来たお金かっていうことは、どこにも色がなかったら、いうのが、ですから、明日か明後日が2週間になるんですけど。で、それは督促状に書いてあるんですか？簡書きと見てきたんですけども。簡書きの題名っていうか、は何て書いてあります？特別送達。特別送達ってことは裁判所からですかね。簡、はい、裁判所からということですね。じゃあ、督促手続きですね、おそらくね。はい。で、呼び出し状で、いついつまでにどこへ来いとか、こういう手続きをしろとか、そういうの書いてありません？それは全然書いてなくて、これを受け取られて、2週間以内に申し立てがなかったら、債権者の言う通りだから、差し押さえしますよっていう、それだけですね。差し押さえしますよって書いてあります？はい。おそらくそれ、督促手続きというのを申し立てられて、異論があるというふうにしないと、そのまま判決と同じ効果のある、裁判所の命令になってしまいますから、はい、話し合いがしたいだとか異論があるだとかいうことがあるんだったら、ちゃんと連絡をしなきゃいけない状況だと思います。で、はい、まずは裁判所に電話をするなりはされた方がいいと思いますよ。あと2日あるんだったら、はいはい、で、自分の今状況はこんな風に大変な状況なんで、ぜひ債権者の人と話もしたいということをね、伝えた方がいいと思います。で、実際はそれで出て行かれて、そこで分割弁済の話をしたりっていうことは日常的に行われていることなので、で、もしそれをしないと、その19万円の債権が判決と同じ効力を持って確定してしまって、ご心配になっておられるように、その3社に絞ったうちの1つの業者さんが、あなたの財産を差し押さえてくる可能性はもちろんありますと。こういうことになっちゃうんで、はいはい、そういう心配がなくはないというのが一点ですね。で、その場合の対応は、さっきちょっとお話ししたように、差し押さえ禁止債権の範囲の変更という手続きをすることは法律上可能だと。で、ただまあ、はい、それは専門家にご相談しないとちょっと難しいですよね。はい。で、あとは、自己破産の話ですかね、そうすると。まあ、自己破産、破産っていうのは、個人の場合は支払い不能っていうのは要件になるんです。あなたの場合、その、生活保護費と年金が資産、収入ですよね。はい、それで今の負債を返せるのかっていうことがその判断の基準になるわけです。はい、で、負債をそうもらって、あなたが使っている6種類ぐらいあるカードのうちの1つの。1つじゃなしに全部ですね。カード全部を使って。カード全部の 80%。はい、で、ですからそれで いくらで投資したんですか？ 100 万を作ったわけです。100万を作った。はい、で、結局。100万を取られたわけです。で、その後どうなったんですか？まず競馬ありました。はい。で、終わってみたら、ダメだった。その馬は全然入らなかったっていうこと？ええー。そして、その後、カードなんか6個あったのを3つぐらいになんかまとめたって言われましたよね。まずは。いやいや、全部カードはダメになって、で、それの債権を3件ぐらいから請求来るようになったんですね。全部のカードを全部投資しちゃったってこと？そうです、はい。全部で130、40万ぐらいになるわけですね、カードが。うん。だから、今回はそれのうちの一部差し押さえということで、一社が、の分が来たわけですけども、それは督促は毎月ずっと来てましたんですけど。それは何？100万円に対しての督促？
で、そのうちの一部ですね。じゃあいくら？19万ほどです。19万に対する督促が来たわけね。はい。で、それは毎月来てました。で、その差し押さえが来ました。はい。で、4年前にですね、カード破産した時に弁護士さんにも相談したんですけど、はい。それだったらもう自己破産しなさいと、それが一番早いというように言われたんですけど。で、その時は自己破産にされたんですか？いえ、個人の借金もありましたから、で、ずっとその後もカードの方も払う気もありますけども、個人的な借金を返すのにずっと追われてるような格好で。この個人の、ちょっと待って、はい、その個人の借金というのは、知り合いの方かなんかに、個人的にっていう意味？はい。ああ、その個人的な借金はおいくらぐらいなの？ 3 人に分かれて50万です。で、これを返してたの？はい。で、まあ、自己破産するには、この人にはちょっと失礼だからしなかったわけね。はい。で、去年個人的なのは終わる。もしもし、テレフォン人生相談です。はい、お世話になります。はい。今日はどういったご相談ですか？ 4年ほど前に詐欺に遭いまして、はい。それでカード破産をしたんですけども、はい。その時、全部で6社か7社あったと思いますんですが、はい。で、債券買い取り言いますか、それを3社が買ったいう格好で、それのうちの1件が19万ぐらいなんですが、それが督促と、それと裁判所の方、差し押さえ命令言いますか、それが来ましたもんですから、はい、それについて教えていただきたいと思いまして。はい。あなたおいくつですか？66歳です。66歳。現在は働いていらっしゃるの？いえ。生活保護と障害者年金です。障害者年金、これはあれですかね？交通事故による。ああ、なるほどね。はい。で、手足かその他何かあるんですか？そうですね。不自由なと、神経的な、ずっともう全く寝れなくて。なるほど。これはそうするとちょっと深入りして申し訳ないんだけど、何年ぐらい前の話？障害者年金を受けるようになったのは。16年ほど前です、ね。あ、16年前ですか。はい。で、お住まいは？あなたお一人？はい、そうです。一人住まい？はい。親御さんとかはいらっしゃいますか？いえ、もう、いらっしゃらない。ご兄弟は？おりません。あ、ご兄弟もいらっしゃらない。はい。それで、詐欺にあった。どういう種類の詐欺ですか？はい、競馬情報で確実に入る約束ができてるから、それを買わないかっていう、うまくこうリードされて、で、カードの方も、ね、現金もお金が持ちようがないから、言ったら、そのカードのショッピングの方でお金は作れるから、いうことで、全額の8割を作り出すいう、なんか、そういうので引っかかってしまってですね。で、結局、競馬の方も、偽のニュースで、まず最初に競馬情報を売る会社があって、必ず当たるという情報。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。もしもし、テレフォン人生相談です。はい、お世話になります。はい、今日はどういったご相談ですか？ 4 年ほど前に詐欺に遭いまして。はい。それでカード破産をしたんですけども、はい。その時に全部で6社か7社あったと思いますんですが、はい。で、債券買い取り言いますか、それを3社が買ったいう格好で、それのうちの1件が19万ぐらいなんですが、それが督促と、それと裁判所の方、差し押さえ命令言いますか、それが来ましたもんですから、はい、それについて教えていただきたいと思いまして。はい。あなたおいくつですか？66歳です。66歳。現在は働いてらっしゃるの？いえ、生活保護と障害者年金です。障害者年金、これはあれですかね？交通事故による。ああ、なるほどね。はい。で、手足かその他何かあるんですか？そうですね。不自由なと、神経的な、ずっともう全く寝れなくて。なるほど。これはそうするとちょっと深入りして申し訳ないんだけど、何年ぐらい前の話？障害者年金を受けるようになったのは。16年ほど前です、ね。あ、16年前ですか。はい。
で、お住まいはあなたお一人？はい、そうです。一人住まい？はい。親御さんとかはいらっしゃいますか？いえ、もういらっしゃらない。ご兄弟は？おりません。あ、ご兄弟もいらっしゃらない。はい。それで詐欺にあった、どういう種類の詐欺ですか？はい、競馬情報で確実に入る約束ができてるからそれを買わないかっていう、うまくこうリードされて、でカードの方もね、現金もお金が持ちようがないから言ったら、そのカードのショッピングの方でお金は作れるからいうことで、全額の8割を作り出すいう、なんかそういうので引っかかってしまってですね。で、結局競馬の方も偽のニュースで、まず最初に競馬情報を売る会社があって、必ず当たるという情報をもらって、あなたが使っている6種類ぐらいあって、で来年の夏ぐらいまででないとその50万は完済できないんですね。なるほど。で、その差し押さえっていうのは何を差し押さえるって言ってきたんですか？いや、それがわからないですからお尋ねしたいんですけど、その保護とか年金の部分まで抑えられて、食べる。なるほど。お宅、お家はご自身のお家？いえ、借家です。あ、借家。はい。そうすると土地建物なんか持っていらっしゃらないわけよね？いえ、全然そういうもん持ってない。はい。それで生活は今、生活保護と障害者年金でやってらっしゃる。はい。そうすると、この二つが差し押さえの対象となるんでしょうかっていうこと？そうです。今は一社だけですけど。あと二社ですよね、はい。はい。それがまた来るんじゃないかっていうことですよね。はい。貯金は100万ですけども、あとカードは別に、もともとどこから来たお金かっていうことは、どこにも色がついてるわけじゃないので、標識がついてるわけではないから、それは別に預金債権を差し押さえるってことはよく普通にあるわけですね、はい、銀行口座にお金がいっぱい入ってたらそれ差し押さえますよって、こういうのは分かりますよね。はい。それと同じことになっちゃうわけですよ。だから原則そういう形になるとそこを差し押さえられる可能性はあると。はい。で、ただ預金債権とは言ってもその中身からすると最低限の生活を確保するための生活保護費だったり、それから、はい、障害者の方の生活を維持するための最低限の年金だったりするわけですから、預金債権に入った瞬間に自由に抑えていいっていうのはおかしいじゃないかっていうことも当然ごく普通に考えてありますよね。はい。そうすると差し押さえ禁止債権の変更というのを裁判所に申し立てて決定してもらうこともできるので、はい、もしそういうことが抑えられてしまうようなことがあればね、そこはこれはこの口座に入るお金は生活保護費や障害者年金として入るものだから一定額以上は差し押さえしてはダメですよというふうに決定してくださいというような手続きもあります。はい。今日のご質問の一番のポイントは どういうことになります？ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど。ですから一つは今先生おっしゃったどの部分まで抑えられてどうなるのかいうことと、はい、であともうまだ債権者がおりますから、はい、こちらとしては返したい気持ちはありますけども、それだったら自己破産した方がいいのかなって、その辺ですね。あ、そうするとその何が差し押さえられるかというよりも当面一番課題なのはもうその少ない資金で返済を続けていくのは到底大変なので自己破産しちゃった方がいいんじゃないかって、ここのに関するご質問の方が今大きいのかな。そうですね。で、カード破産したんですがっていうのは、はい、法律でいう破産手続きをしてるわけじゃないですよね。おっしゃっておられる、はい、それで、カード関係のものが6、7社あったんだけど、それを3本にまとめました。それが約元本で100万円ぐらいありますと。こういうお話ですね。はい。で、そのうちの19万ですかね。はい。それの督促が来てますと。で、はい、最初にお聞きしたのは、差し押さえ命令が来ましたとおっしゃったと思ったんだけど、それは違うの？2週間以内に申し立てがなかったらいうのが、ですから明日か明後日が2週間になるんですけど。で、それは督促状に書いてあるんですか？簡易書き留めてきたんですけども。簡易書きの題名っていうかは何て書いてあります？特別送達。特別送達ってことは裁判所からですかね？簡易裁判所からということですね。じゃあ督促手続きですね、おそらくね。はい。で、呼び出し状でいついつまでにどこへ来いとか、こういう手続きをしろとか、そういうの書いてありません？
それは全然書いてなくて、これを受け取られて2週間以内に申し立てがなかったら債権者の言う通りだから差し押さえしますよっていう、それだけですね。差し押さえしますよって書いてあります。はい。おそらくそれ督促手続きというのを申し立てられて異論があるというふうにしないと、そのまま判決と同じ効果のある裁判所の命令になってしまいますから、はい、話し合いがしたいだとか異論があるだとかいうことがあるんだったらちゃんと連絡をしなきゃいけない状況だと思います。で、はい、まずは裁判所に電話をするなりはされた方がいいと思いますよ。あと2日あるんだったら。はい。で、自分の今状況はこんな風に大変な状況なんで、ぜひ債権者の人と話もしたいということをね、伝えた方がいいと思います。はい。で、実際はそれで出て行かれて、そこで分割弁済の話をしたりっていうことは日常的に行われていることなので、で、もしそれをしないと、その19万円の債権が判決と同じ効力を持って確定してしまって、ご心配になっておられるように、その3社に絞ったうちの1つの業者さんが、あなたの財産を差し押さえてくる可能性はもちろんありますと。こういうことになっちゃうんで、はいはい、そういう心配がなくはないというのが一点ですね。で、その場合の対応は、さっきちょっとお話ししたように、差し押さえ禁止債権の範囲の変更という手続きをすることは法律上可能だと。ただまあ、はい、それは専門家にご相談しないとちょっと難しいですよね。はい。で、あとは、自己破産の話ですかね、そうすると。まあ、自己破産、破産っていうのは、個人の場合は支払い不能っていうのは要件になるんです。あなたの場合、その、生活保護費と年金が資産、収入ですよね。はい。それで、今の負債を返せるのかっていうことが、その判断の基準になるわけです。はい。で、負債はそうすると今、業者さんの方で130万ぐらい、元本で100万ぐらい。はい。それとその他に50万円ぐらい、知り合い3人の方から借りたのがある。はい。150万円の借金がありますと、こういうことですよね。利息を入れると180万かな。で、月々合計どのぐらい収入があるんですか？家賃を引きまして、6万3、4千円ぐらいのところです。家賃は月いくらですか？3万1千円です。家賃が3万1千。そうすると、トータルでは9万何千もらってるけれども、まあ住むとこは確保しなきゃいけないから、借金返済に回せるのは6万3、4千だけど、飲まず食わずで借金返すわけにいかないから、借金返済に充てられるお金はもっともっと少ないってことですよね。そうですね。月々ですから、今、個人に返してるのが3万5千から4万近くです。うんうん、なるほど。それをずっと返してらっしゃるから、生活費はもう3万円もないってことですか？はい、もう電話代とか、光熱費を払ったら、あと1万残るか残らないかですね。それで、が食費になるのかな？はい、そうです。そうすると実際問題はもう個人を返して、で、個人は50万の方ですから、はい、そうです。業者さんの方の元本100万だから、実際は返済することができそうもないですよね。そうですね。で、そうすると、これは自己破産をする要件を満たすということになると思いますから、はい。ここまで頑張ってこられたけれども、本当にこういう支払い督促まで受けてしまって、返せる見込みがなくなったんであれば、自己破産をするということも一つの選択だと思いますけどね。はい。で、自己破産をしたからといって、別にその生活保護がもらえなくなるわけではないし、障害者年金ももらえなくなるわけではないですから、はい。もうどうしようもなくなったんであれば、そういう方向を考えられたらいかがでしょうかね。わかりました。ありがとうございます。お分かりいただけましたか？はい、はい、ありがとうございます。まあいずれにしても2日以内に異議申し立てっていうんですかね、そうですね、はい、だけは先になさって、それから自己破産の手続きをされた方がいいですね。はい、はい、そうします。じゃあそういうことで。もしもし、テレフォン人生相談です。お世話になります。はい、今日はどういったご相談ですか？4年ほど前に詐欺に遭いまして、はい。それでカード破産をしたんですけども、はい。その時、全部で6社か7社あったと思いますんですが、はい。で、債権買い取り言いますか、それを3社が買ったいう格好で、それのうちの1件が19万ぐらいなんですが、それが督促と、それと裁判所の方、差し押さえ命令言いますか、それが来ましたもんですから、はい、それについて教えていただきたいと思いまして。はい。あなたおいくつですか？66歳です。66歳。現在は働いてらっしゃるの？いえ、生活保護と障害者年金です。
障害者年金、これはあれですかね、交通事故による。ああ、なるほどね。はい。で、手足かその他何かあるんですか。そうですね、不自由なと神経的な、ずっともう全く寝れなくて。なるほど。これはそうするとちょっと深入りして申し訳ないんだけど、何年ぐらい前の話、障害者年金を受けるようになったのは。16年ほど前ですね。あ、16年前ですか。はい。で、お住まいはあなたお一人。はい、そうです。一人住まい。はい。親御さんとかはいらっしゃいますか。いえ、もういらっしゃらない。ご兄弟は。おりません。あ、ご兄弟もいらっしゃらない。はい。それで詐欺にあった、どういう種類の詐欺ですか。はい、競馬情報で確実に入る約束ができてるから、それを買わないかっていう、うまくこうリードされて、でカードの方もね、現金もお金が持ちようがないから、言ったらそのカードのショッピングの方でお金は作れるから、いうことで全額の8割を作り出すいう、なんかそういうので引っかかってしまってですね。で結局競馬の方も偽のニュースで、まず最初に競馬情報を売る会社があって、必ず当たるという情報をもらって、あなたが使っている6種類ぐらいあるカードのうちの一つの、一つじゃなしに全部ですね、カード全部を使って、カード全部の 80%、はい、で、ですからそれで いくらで投資したんですか。100万を作ったわけです。100万を作った、はい、で結局100万を取られたわけです。でその後どうなったんですか。まず競馬ありました。はい。で終わってみたらダメだった。その馬は全然入らなかったっていうこと。ええー。そしてその後カードなんか6個あったのを3つぐらいになんかまとめたって言われましたよね。まずは、いやいや、全部カードはダメになって、でそれの債権を3件ぐらいから請求来るようになったんですね。全部のカードを全部投資しちゃったっていうこと。そうです、はい。全部で130-140万ぐらいになるわけですね、カードが。うん。だから今回はそれのうちの一部差し押さえということで、一社がの分が来たわけですけども、それは督促は毎月ずっと来てましたんですけど。それは何、100万円に対しての督促。いえ、そのうちの一部ですね。じゃあいくら。19万ほどです。19万に対する督促が来たわけね。はい。でそれは毎月来てました。でその差し押さえが来ました。はい。で4年前にですね、カード破産した時に弁護士さんにも相談したんですけど、はい、それだったらもう自己破産しなさいと、それが一番早いというように言われたんですけど。でその時は自己破産にされたんですか。いえ、個人の借金もありましたから。でずっとその後もカードの方も払う気もありますけども、個人的な借金を返すのにずっと追われてるような格好で。この個人の、ちょっと待って、はい、その個人の借金というのは知り合いの方かなんかに個人的にっていう意味。う、はい。ああ、その個人的な借金はおいくらぐらいなの。3人に分かれて50万です。でこれを返してたの。はい。でまあ自己破産するにはこの人にはちょっと失礼だからしなかったわけね。で去年個人的なのは終わる予定だったんですが、はい、昔お世話になった方の傾聴のこととかいろんなことでまた伸びて、で来年の夏ぐらいまででないとその50万は完済できないんですね。なるほど。でその差し押さえっていうのは何を差し押さえるって言ってきたんですか。いや、それがわからないですからお尋ねしたいんですけど、その保護とか年金の部分まで抑えられて、食べる。なるほど。お宅、お家はご自身のお家。いえ、借家です。あ、借家。はい。そうすると土地建物なんか持っていらっしゃらないわけよね。いえ、全然そういうのも持ってない。はい。それで生活は今生活保護と障害者年金でやってらっしゃる。はい。そうするとこの2つが差し押さえの対象となるんでしょうかっていうこと。そうです。今は1社だけですけど、あと2社ですよね。はい。それがまた来るんじゃないかっていうことですよね。はい。貯金は100万ですけども、あとカードで借りてたのもありますから、利息とかなんとかで130万ぐらいにはなると思うんです。なるほど。
で、はい、この際、変な言い方ですけども、もう自己破産してしまった方がいいのかなって。自己破産をすることも頭に入れているっていうこと？はい、そうです。わかりましたが、これはですね、法律問題ですので、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、お伺いしてみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。簡単に言ってしまうと、生活保護費をもらってらっしゃいますよね。はい。生活保護の受給権って言うんですけど、債権ですよね。はい、それと、障害者年金。お怪我をされたことによる年金ですよね。はい、障害者年金。これは、手続き的には差し押さえ禁止の債権になるんですよ。だから、債権としては、役所から生活保護費をもらう権利、それ自体を差し押さえたり、それから障害者の年金をもらう権利自体を差し押さえたりすることはできないんです。あ、そうですか。はい。できないんですが、自分の預金口座に入ってしまったものは、預金を払い戻しますという預金債権になっちゃうんですね。はい。銀行からお金を下ろす権利です。わかりやすく言うと。はい。で、それを